はい、役員報酬最適化を活用した、シニアの経営者様向けの年金復活プランといった情報をお伝えをしているんですけれども、年金復活プランを活用したら年金がいくらもらえるようになるかというご質問がですね、大変多くいただくご質問の一つですね。どんなふうにしてどのようにして年金がもらえるようになるんですかというようなですね、手法に関するご相談ももちろん多いんですけれども、やはり一番多いご質問ご相談はですね、ご自分の場合に具体的にそのプランを年金復活プランを採用したら自分はいくらもらえるようになるのか、そういうことをね、年金受給見込み額ですよね、これを知りたいというのがやはり多いご質問です。で、やっぱり導入をする、価値があるかどうかを判断するためにはですね、経営上その役員報酬の支払い方を変えるほどの、価値があるかどうかを判断するためには、やはりその役員さんがですね、それぞれいくらもらえるようになるか、なる可能性があるのかということを知っておくということはですね、まず確認しておくということは重要なことだろうと思います。で、ご紹介されたい経営者の方から、お手元のですね、年金定期便とか、年金証書とかですね、あるいは年金事務所に相談に行かれた時にもらってこられた、制度共通年金見込み額照会回答表ですね、こういったものをメールに添付いただいたり、あるいはファックスとかですね、郵送でお送りをいただいて、でいくらもらえるようになるのか教えてくださいといった形でですね、ご紹介いただくことが多いです。で、お送りいただいた場合は、書類を拝見しましてね、受給できるようになる、可能性のある年金見込み額を、回答をさせていただいております。ただ、いきなりですね、個人情報がたくさん記載された、書類を送って、ご紹介されるというのは、ご心配な方もおそらく多いだろうなと思います。で、あとお忙しい経営者の方の場合はですね、やはりその書類のコピーを、取ったり、あるいは送付したりというような手間がですね、面倒だという方もたくさんいらっしゃると思います。あとは、私ども休業日がですね、土曜日、日曜日、祝日をお休みとしているんですけれども、その間にですね、質問されたいという方もいらっしゃると思います。で、私どもではですね、そういった場合に対応できるように、年金支給停止のことでお困りの、現役社長様向けとしまして、簡単チェックシートというのをですね、作成をしてみました。で、ご自分でですね、年金復活プランを採用した場合、採用したと仮定した場合の、年金見込み額ですよね、最高でいくら年金が受け取れるようになるのかということをご自分でチェックができるような、シートを作成いたしました。私どものね、メルマガを登録いただきました方には無料で現在プレゼントをしておりますので、ご感謝ございましたら、ぜひご覧いただければと思います。